どうも、なめこです。旅行も5日目に突入。本日は自分の足で観光しまくるぜ。全力で楽しむぜ。それでは、ゆっくりしていってね。おはようございます。韓国トルコ旅行、5日目の朝がやってきました。これから朝の運動、ではなく、洗濯屋に行ってきます。洗濯？確かに長期旅行だと、どこかで洗濯しないと服足りないわな。ウプ主も大体折り返しの日前後で洗濯しています。でもどこでするんだ？トルコにコインランドリーなんてあるのか？ヨーロッパやアメリカでは事前にコインランドリーの場所を調べていましたが、ここイスタンブールにはなさそうです。代わりに普通の洗濯屋さんがあるので、今回はそこを利用してみます。洗濯屋？洗濯屋ケンちゃんか？何言っているのか意味がわかりません。そもそも泊まっているホテルにランドリーのサービスないのか？ウプ主もしてくれるならホテルで済ませたかったんですが、ダメそうだったので諦めました。どういうこっちゃ？昨夜のうちにフロントで、ランドリーサービスが利用できるのか聞いておきました。洗濯物を持って、ランドリーサービス OK？ と。すると、それなら40トルコリラだよ。でも夜遅いから明日来てね、的なことを言われた気がします。気がするだけかよ。で、翌朝、というか先ほど再度お願いしに行くと、本日は休みだから、明日来るさー、と。昨日と言ってること違うじゃねえか。ウプ主もなんぞそれ、と。イエスタデイナイトフロントピーポーセイ、ブモローカム。昨日のフロントのおっさんが、明日来いや言うとったんやけど。と伝えましたが、ブデイノークローズ、の一点張り。もう一日待って明日飲むこともギリギリ可能ですが。万が一明日も同じやりとりになった場合、カレー臭の染みついた、くっさいくっさいパンツと靴下を履き続けないといけないので。シャアなしで事前に調べておいた、洗濯屋ケンちゃんに向かうのでした。ウプ主実は知ってるだろ？場所はこんな感じ。ここがホテルで、ブルーモスクの横を通り。洗濯屋はここ。帰りは線路沿いを歩いてみました。ここいらは人通り少ないな。住宅街って感じですね。朝ということもあり、不安に感じることはありませんでした。距離にして1キロ、徒歩10分で到着です。店名はよくわかりませんが、料金は4日分の洗濯で20トルコリラ600円。明日朝にはできているとのことなので、また取りに来る必要がありますね。ホテルの半値と安いけど、2度の往復で1時間かかると考えると、やっぱホテルで洗ってもらうのが楽だな。ホテルに戻る前に、お土産を購入しておきます。もう買うのか？お土産って地味に面倒くさいですからね。絶対に買わないといけないものだし、後にすればするほど気がかりで旅を楽しめないので、旅の折り返しまでには買ってますね。また職場、親戚、家族へのお土産と色々とありますが、一番面倒くさいのが、職場へのお土産。ウプ主の場合、できる限り個別包装されていて、30人分、高すぎず安すぎず。それでいて豪華そう、もらって嬉しい、なおかつ旅先の名物。そういったものを探すのが、クソ面倒くさいんですよ。いや、さすがにそんな理想のお土産そうそうないだろう。国内旅行では選択肢が多すぎて買いすぎちゃうくらいですが、海外ではまずないですね。今回は事前に調べておいた、日本語が話せる店長さんのいるお店で購入。さすがウプ主、抜かりないぜ。まあその時は店長不在で意味なかったんですけどね。なんじゃそりゃ。お土産は、トルコのお菓子で有名なロクムや、定番のチョコ系、チャイやトルココーヒーを購入。
この時に250トルコリラ、7500円分ほど購入しました。とりあえず買うべきものは買ったので、肩の荷が下りました。なお先ほどちらっと出てきた、トルコのお菓子、ログム。トルココーヒー飲むたび、毎回ついてきましたが、こんな感じの四角い形をしています。砂糖にデンプンとナッツを加えて作る、トルコの伝統菓子で、食感は柔らかく弾力があり、日本のゆべしに似ています。様々な味のバリエーションがあり、トルコ土産の定番です。ログムの味の感想は、ただただ甘いぜ。そしてまぶしてある白い粉がボロボロ落ちるから、食べにくいぜ。こちらはお土産屋でもらった、チャイ。トルコ式の紅茶です。お店がお客にチャイを振る舞うのは、トルコ式のおもてなしだぜ。ここで恒例のホテル紹介です。今回利用したのはこちら、ジエンプレスセオドラです。世界遺産のアヤソフィアやブルーモスクまで、驚きの徒歩4分。アクセス抜群だぜ。今回はダブルベッドを予約しちゃいました。また無意味なものを。ベッドは当然快適。寝返り打っても落ちません。一応デスクはあるけど、合ってないようなもんだな。ベッドの頭上には、謎の配線が剥き出し。多分、後でクーラーがつくんじゃないかと思います。ホテル情報見直すと、空調あるって書いてあるのに。この時クーラーなかったんだよな。毎回帰ってくるのが夜だから必要なかったですが、夏にクーラーついてなかったら、クレーム案件ですよ。目の前はトラム1号線が通る大通り。夜遅くまで、外が騒がしかったです。こちらはクローゼットに金庫にドライヤー。ドライヤーはもちろん未使用だよな。ですね。あとこういったクローゼットは、チェックアウト時に忘れ物しそうなので、基本使いません。反対側がトイレとシャワー。こちらも綺麗でピカピカ。気持ちよく使用できました。なおこのホテル、この時絶賛改装中でした。二つの建物をくっつけて一つのホテルにしてるんですが、工事の関係と相まってか、部屋に入る場合、一度最上階の4階まで上がり、連絡通路で隣の建物に渡り、1階降りるというクソ仕様。また夜遅くまで工事でドンガラガッシャンうるさく、渡り廊下は資材で溢れてました。悪いところばっかだな。いえいえ、その分部屋自体はつい最近できたかのように真っ白でピカピカ。狭さを除けば最高ですね。あ、でも部屋全体が木工用ボンド臭いというか、本当についさっきまで工事やってた匂いで溢れてました。それあかんやつや。さてさて気になるホテル代、いくらだと思いますか？ドキドキ、ワクワク。それでは発表します。4泊で2万4400円。1泊6100円でした。ツッコミどころが満載ですが、部屋の綺麗さや高立地。またこの後紹介しますが朝食付きなので、それらを考慮すると、なかなか良いホテルでした。繁華街も目と鼻の先だし、夜遅く帰ってきても安心。
ってのもポイント高いぜ。さてさて洗濯屋から戻ってきました。無料の朝食をいただきましょう。なにこれー、めっちゃ種類ある。ご覧のように驚きの品数。この朝食がついて6100円なら納得ですね。種類も様々で、色鮮やかな野菜からハムや卵系ほか、なんかよくわからないものまで様々。こういう時って見たことないやつを試してみたいけど、お残ししてしまったらと考えると、わかるやつにしか手を出せないぜ。こんな感じに盛りまして、今回特にびっくりしたのが、このミニトマトの甘いこと甘いこと。表皮はすごい弾力で、噛むと果肉や果汁が口いっぱいに広がります。トマトって酸っぱいイメージですが、ここのはとにかく甘い。あまりの甘うまさにトマトばっか食べてました。トルコの食料自給率は 100% 以上。トルコ料理が世界三大料理の一つと言われるのも、こういった新鮮で豊富な食材があるからこそなのかもしれないぜ。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。